過去問を見てみるっていうのは、非常に多分、その慶応の経済を目指す上で、まあ、大切なプロセスの一つかなっていうふうに思っていて、その過去問をその見てみるっていうこのプロセスの中で、まあ、その最近の慶応の経済の小論文の傾向っていうのが、まあ、どういうものかっていうのも、ある程度見えてくると思うんですよね。で、その最近の慶応の経済がどういうふうな、まあ、傾向なのかっていうところを、まあ、ちょっとこう軽くお話をすると、基本的にまず慶応の経済の問題って、経済学の問題がバッチリ出てくるっていう問題ではないことが多いんですよね。その辺って実際自分で見た時の印象としていかがでしたか？そうですね、なんか経済学を知ってなきゃできないって問題はまあなくて、なんかその話の中でちょっと出てくるなっていうぐらいだったと覚えてます、僕は。なんで、その特別にその慶応の経済を目指すからといって、その例えば政経の経済学のことを一通りやんなきゃいけないとか、そういうことでは全然なくて、まあ、課題文を読んでればできる。で、慶応の経済の問題で経済学の話がこう出てくるときっていうのは、まあ、基本的には考え方としては、まあ、そのあれですよね。だからこう、なんて言えばいいのかな、慶応の経済で経済学が出てくるときっていうのは、まあ、その例えば、まあ、教育経済学にせよ、こう厚生経済学にせよ、何でもその経済学、理論経済学のど真ん中のことが出てくるって、どちらかというとその他の分野で経済学がどういうふうな影響を及ぼしているかっていうような問題が出てくることが多いんですよね。あとは、まあ、ちょっと哲学的な問題だったりとか出てくることもあるし、たまに例えばちょっとこうある意味数学的な、まあ、なんかあれですね、その最後通牒ゲームとか、人間がホモエコノミクスかどうかってことがどうして言えるのかとか、ある種ちょっとこう数学的な色合いのするこう試験が出てくることもあったりはするんですけれども、まあ、基本的には例外的で、そうじゃないことの方が多いのかなというふうに思います。で、こうその慶応の過去問を自分自身でこう見たときに、こう慶応の過去問、まあ、経済の過去問を見たときに、その対策の方針っていうのなんか立てました？そうですね。僕最初見たときは、もうなんか最初は本当どう解いていいかわかんないっていうのは正直な感想だったんですけれども、まあ、そうですね。ちょっと一回自分の力でやってみて、でまあ多分他の第三者にもやっぱ見てもらうっても大事だと思って、それをフィードバック受けた上で、その過去問にあるようなその問題の解き方とかいうのをしっかり読み込んでいけばいいというふうに思いますなね。るほど、なるほど。わかりました。ありがとうございます。まあ、そういった中で、じゃあどういうふうに、こう、なんて言うんでしょう、ある意味、こう、見てもらう第三者を決めるかっていうふうな問題っていうのも、まあ、すごく大事になってくるのかなとは思うんですけど、まあ、毎日学習会でも小論文見たと思うんですけど、なんかこう、小論文を、その、見てもらう第三者を、こう決めるときに、自分なりに、こう、なんか意識した部分とか、こう、選択した基準とか、何かありますか？そうですね、やはりその同じ慶応を受けて受かっている人がやっぱ見てもらいたいなというふうに思ってました。そうですまあ、ね。だから、その学校の先生とかに見てもらうにしても、まあ、学校の先生はまあ優秀な先生かもしれないけれども、こうその慶応にそれで通ってるかどうか分かんないもんね。そうですね。まあ、だからその慶応に受かってる人に見てほしいっていう部分だったりとか、もう一つだと、なんか小論文をこう見てもらうときに、何かこう基準とかってありました？見てもらうときの基準ですか？そうですね。やっぱ、なんだろまあ、多分一つ、これは多分みんなこう動画見てる方に一つの基準にしてほしいなと思うのは、そのセンスで書くような指導をしないところっていうのはすごい大事で、本当、理論そ的れはに。多分めちゃくちゃある。その誰でも書けるように、ある程度ちゃんとこうその小論文の書き方とかに落とし込んで、説明してくれるところに頼んだ方がいいっていうのは多分あるかなと思います。それは間違いないですね。だから、その要は小論文って得てして、いや、小論文センスがある人はセンスがあるし、センスがない人はセンスがないって言われがちじゃないですか。けそうですど、ね。多分そういう形でやっていると、いつまでたってもこう
小論文ってうまくならないから、だからそうじゃなくて、そのセンス云々ではなく、あのセンス云々関係なく、あのちゃんとできるようにするっていうのは、まあ、あの非常にこう考え方としてはまあ大事なところで、あのそれを、まあ、あのちゃんとねセンスじゃない形でこう小論文の書き方っていうのを、まあ、結構あの見ていかなきゃいけない部分はあるのかなとは思います。なのでそのセンスじゃない形で、まあ、その決められたテンプレに沿ってあの書けるような形で、まあ、指導してくれるところっていうのはやっぱりしっかり探した方がいいかなとは思います。はい、動画ここまで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ですね、毎日学習会ではあの LINE であの無料であの受験相談ができますので、もしよろしければあの概要欄に LINE の、 あのアドレスがありますので、ぜひですねあの気軽にお問い合わせいただければなと思います。あとあの希望の方にはね、あの10日間無料であの添削だったりとか相談だったりとか、あの一通り無料で10日間体験授業も受けられますので、ぜひそちらの方もご検討ください。よろしくお願いいたします。お願いします。